シのゲーム屋。みなさんこんにちは、岸と申します。今日はかなりテンションが高いです。なぜかといえば、はい、2週間に1回の金曜日の夕方に来るこのゲームのアップデート、今回もですね、いろいろですね追加されておりますよ。ちょっとずつね、小出しにしてね紹介していきたいんですけれども、今日ご紹介するのがこちらですね。はい、プルスサウルスくん。はい、同じようなねワニのユニット、マキモサウルスレックス。プルスサウルスに比べてね、かなりね、なんかこうくちばしみたいな長い口してるよね。あとね、これも最近ねスキンがリニューアルした円錐ワニ。はい、可愛らしいワニ。でもねこいつも大きいよ。そん中で一番強いのがこのプルスサウルスです。もうね、サウルスってついてるから、まあトカゲって意味なんですけど、ちなみにまあ強いんですわ。はい、コスト140プルスサウルス、コスト22カバー ×3。 はいはいはい、このように敵に突進していって尻尾アタックもするし、はい、自慢のですね歯を生かしたこの、はい、噛み砕きですよ。噛み砕く。はい、そしてこのデスロールもねあって、かなりね多彩な攻撃方法を持ってる、もう強力なワニなんですわ。いやーすげーなー。もう水辺の動物がねこうやって戦う姿をね、こんな感じシミュレートできるこのゲーム、マジで神ゲーですわ。さあ、カバも強いんだよ。カバもめちゃめちゃ強いんだけど、プルスサウルスはもっと強い。はい、もう大胆不敵ですね。もうこのゲームやってる方とかね、このチャンネルの動画たくさん見てくださってる方はね、もう分かってると思うんだけど、いや前からいたよと、今回のアップデートで登場したやつじゃねえだろと。そうなんですよ、そうなんです。じゃあなんでこいつをね紹介したのかというと、はい、このプルスサウルスくんがポンということで、はい、僕がねスライスしたんじゃないですよ、そんな機能ないですからね。何かというとですね、プルスサウルスの頭だけのパーツ、そして胴体だけのパーツ、尻尾だけのパーツとして今回初めて追加されましたね。はい、こんな感じでですね、いろんな動物、いろんなね生物のねパーツがねこんな感じであるんですよ。はい、顔とかさ、これでね今までいろんな動物のパーツを使っていろんなものを再現してきたんですよね。はい、尻尾とかね、羽とか爪もあります。人型は腕もありますね。なので腕がいっぱいあるアシュラ像とかも作れちゃったりしますね、頑張れば。今まではねこの4つがあったんですよ。はい、肉食恐竜、草食恐竜、はい、哺乳類、まあ動物ですよね。そして人型、このねワニの形はなかったんで、今回のアップデートでワニが追加されたということで、これでねまたいろんな生物がね作れると思うんですよ。はい、例えばこのプルスサウルスの体にこのねボーンスパイク、はい、これをですねちょっと大きめにつけます。そしてね、顔はどうしようかな。まあアンキロにしとこうかな、とりあえず。あ、逆だった。はい、いやなんだよこいつって感じかもしんないけど、これにですね、はい、こんな感じで、はい、盾を乗せます。ちょっと亀っぽくないですか。もっとちゃんとやるならこんな感じで目玉をつけてって、僕が愛してやまないこの鎧のこの兜ドカンとつけちゃえ。あー浮いた浮いちゃったよ、ちょっとでかすぎたね。はい、こんな感じでねどんどん鎧をつけていく。はい、結構かっこいいねトゲトゲな亀みたいなやつができました。いやープルスサウルスのこの胴体マジでありがたいっすわ。結構ね腹ばいになってね動く生物のね体が今までなかったんで、めちゃめちゃありがたいですね。今日はねこんな感じでプルスサウルスのパーツを使ってちょっとねいろんな生物をねクリエイトしていきたいんですよね。でいいのができたらね、まどんどん改造していって新しいユニットにしていくのもいいし、逆にねプルスサウルスの体使ってこんなの作れるんじゃないですかっていうのがあったらね、ぜひコメント欄で教えてください。もしかしたらそれを参考に作るかもしれません。はい、せっかくなんでこのトゲトゲガメ戦わせてみましょうか。コストが73ということで、はい、コスト80アロサウルスと戦わせてみたいと思います。なんだこいつは、こんな恐竜見たことねえぞ。それもそのはず、俺が作ったんだからな。さあ戦いを見ていきましょう。 HP ゲージ、さあアロサウルスの噛みつき攻撃に対して、はい、さすが亀といったところか、熱い甲羅に阻まれてなかなか噛みつくことができない。かなんかトゲ噛んじゃってっから、結果的に自分がダメージ受けちゃうはずなのにあんまり減ってないという、このなんかよくわかんないシステム。さあ亀攻撃できていませんこれがね改造生物のね、まあ魅力の一つですよね。はいめっちゃ強そうなのにね見た目に反してあんま攻撃してくれないっていうね。いやーまあアンキロの頭だからな、噛みついたりとかはね多分しないはずなんで、ゆくゆくはアロサウルスに食べられてしまうでしょうということで、はい、恒例行事となりました大胆なビリーをちょっとね大胆に並べて、はい、戦わせてみましょう。さあ亀対ハゲのおっさん、さあどっちが勝つのか。
おー、吹っ飛ばされてる、吹っ飛ばされてる。いいね、いいね。はい、亀がですね、このトゲトゲ亀がそのアンキロサウルスの頭だよね、これ。はい、こんな感じでね、頭を突き出してね、攻撃してますね。攻撃方法はこれだけです。プルスサウルスの体なのにね。まあ、獰猛さは一応出てるか。もう攻撃的な亀ということでね、いいんじゃないですか。でね、ガメラを作ってくださいっていうリクエストもね、あったんでね、ぜひぜひね、これで作れるかなって。まあ、ガメラってさ、二足歩行になったりするからさ、結構再現難しいと思うんだけれども、ちょっとね、兆しが見えてきたよね。ガメラといえばね、回転ですよ。体の四方にジェットエンジンをつけて、無理やり回してみましょう。さあ、ガメラのように回るか。あー、中途半端。中途半端に回ってる。いや、回ってねえよ、これ。邪魔になってるだけだよ。そうか、ちょっと浮かせないとダメかな。さあ、ジェットエンジンの揚力を提供しますをつけました。さあ、これで回るか。お、お、いいんじゃない、いいんじゃない。とりあえず行ってる。お、回った回った回った。ちょっとイメージと違えけど。で、手足出ちゃってっけど、ジェットめちゃめちゃ吹いてるけど。もうガメラなのかっていうね。ジェット出まくりだからね。いやー、なんか回るっていうよりもな、なんていうの、周回してるだね。ちょっと威力が足んねえかな。ハイパワーが足んなそうだったんでね、ジェットを大きくしました。あー、苦しそう。ごめんな。いや、もはやカメっていうよりベイブレードですね。いや、ベイブレードといてよね、ドラシエルだったっけ、玄武のやつ。さあ、行け、ドラシエル。おー、いいぞ。ガメラ。ガメラだ、ガメラっぽくなってきたぞ。いいぞいいぞいいぞ。ただあんまり攻撃できていない。めっちゃ回ってんじゃん。いいねいいねいいね。いや、もうベイブレードだよ、もはや。それでも立ち向かってくるからな、こいつ。マジで大胆だよな。もう大胆なビリーとはよく言ったもんだよ。ほんと大胆だわ、もう。いやー、シュールだな、なんか。いや、ガメラを再現してくださいっていうリクエスト、これでちょっと答えられたかな。いや、これじゃダメだろってね。怒られるわ。じゃあ今度はね、この尻尾ですね。はい、一番右にあるのはこれ、プルスサウルスの尻尾。今までね、尻尾って言ってもね、いろいろあったんですよ。クリロフォサウルスみたいに細くて長い尻尾、ブラキオサウルスの尻尾はもうめっちゃ太くてちょっと短いですよね。で、アンキロサウルスの尻尾はトゲトゲしてて、先にですね、コブがついてます。でも、アンキロサウルスの胴体をつけないとこの尻尾ではなかなか攻撃してくれません。さあ、そして今回出たこのプルスサウルスの尻尾、他の尻尾に比べるとね、かなりギザギザしていて、ちょっと四角っぽくてね、なんかすごいマッシブなね、感じだよね。いや、めちゃめちゃかっこいいよ。これで改造の幅が広がる。はい、以前作ったですね、このメタルオクトパス、はい、見ての通りですね、機械化されたタコですね。こいつのね、足はね、クリロフォサウルスの尻尾でできてるんですよ。これをね、ちょっと取ってみましょう。代わりにこのプルスサウルスの尻尾をちょっとつけてみましょうか。やべ、これかっこいいかも。こっちの方が全然いいかもな。おお。うわ。え、こっちの方がタコっぽくない？めちゃめちゃ体積が増えてかっこよくなったんだけど。いや、なんか荒ぶってんな、尻尾が。いや、めちゃめちゃかっこいいんだけど、この方がね、体積があってすげえタコっぽい。しかもね、足がね、なんかこう動きがあるね。うわー、こっちの方がいいかもな。ちょっとメカっていうより、より生物寄りになったね。あ、タコの口取ったらよりタコっぽくなったぞ。こっちの方がリアルだな。いやー、睨んだ通りだわ。プルスサウルスの尻尾、かなりいいですね。いつもね、リクエストたくさんもらってて、作ってみてえなってリクエストあるんですけど、結構ね、こういうね、ワニの尻尾みたいに、あのパーツがあればな、みたいな感じで、後々追加されるかもしれないパーツをね、待ってるってのもあるんですよね。まあ一例で言うとね、このヒドラのサイボーグ化ですね。せっかく首が5つあるんだから、それぞれね、全然違う首にしたいんですよね。なので、もうちょっとね、兵器が出てからこれは作りたいなと思ってます。はい、こんな感じでね、今ね、試作してるのたくさんあるんですよ。そん中にもね、ちゃんとね、はい、こんな感じで、サイボーグヒドラのね、プロトタイプはね、ちゃんと作ってあるんですよね。中心の首はガトリングヘッド。はい、ミサイルヘッド。鉄球ヘッド。これはチェーンソーですね。チェーンソーヘッド。あとはね、ドリルヘッドということでね。いや、めちゃめちゃかっこいいやつができるかなと思ったんだけど、はい、ローテーターの重みでね、首が沈んじゃってます。なのでね、ちょっとこいつはね、お蔵入りというかね、ちょっとね、一旦開発をストップしてるんですよね。ヒドラのサイボーグ化を楽しみにしてる方々、申し訳ない。まあ、9月のね、3日に大型アップデートがあるみたいなんで、そこでね、なんかいろいろな要素が追加されそうなんで、もしかしたらその時に作るかもしれません。まあ、追加される内容次第だけどね。いや、せっかくだからこのタコ動かしてみてえな。いや、海にはね、カバいないと思うけど、一応ですね、水辺の生物ということでね、戦わせてみましょう。さあ、どんな動きをするのか。あ、タコっぽい、タコっぽい。うわー、いいじゃん、いいじゃん。あ、こっちだな。クリロフォの尻尾じゃなくて完全にこっちだわ。うわー、ちょっとメカっぽくないけど、マジかっこいいな、こっちの方が。
やっぱ太さいるね、足の。いや、いいね、いいね。なんかトゲトゲが吸盤に見えるんだよな。ちょうどいいわ。いやー、こんな感じでね、過去に作った機体を、あのね、バージョンアップしていくのもいいかもしれないですね。もう絶対こっちの方がいいもんな。より凶悪に見えるもん。いやー、今回はタコだったけど、あー、なんか足が暴れてる、足が暴れてる。ちょっとでかくしすぎたか。いや、ブルスサウルスの尻尾をちゃんと尻尾として紹介してくれって感じだよね。足として紹介してしまった。こちら作ったけどね、多分動画に出してないと思うんですよ。リザードマンを作りたくてね、ちょっと作ったんですけど、これにはね、尻尾がついておりません。いやー、いろいろね、つけてみたんだよね、試してみたの。でもね、なんかどれもしっくりこなくて、なんかね、ピーンって立っちゃってんじゃん。どれもね、似合わねえなーと思ってさ。はい、こんな感じ。そしたら今回のこのプルスサウルスのね、尻尾。いや、さっきの見ててね、ちょっと思いましたね。これはね、綺麗に垂れてくれるんじゃないかと。はい、見ていきましょう。はい、思った通り。いや、いいぞ、ピーンがなくなったわ。はい、よりナチュラルですね。もうちょっと下かな。おー、いいね、いいね。プルスサウルスの尻尾、万歳だわ、これ。いやー、いい垂れ加減だ。いや、でもちょっとダセーな、やっぱ。ちょっとちゃんと作り替えよう。はい、これによってですね、今まで作りたかった、はい、ドラゴニュートを作れるようになりました。はい、リザードマンというかね、ドラゴニュートですね、羽が生えてる。いやー、ぜひね、プルスサウルスの尻尾が揺れてるところを見せてくれ。あー、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。自然な揺れ具合。あー、いいぞ、いいぞ。もうちょっと太くてもいいかな。いや、でも根元が太すぎるとちょっとあれだしな。はい、こんな感じですね。テリジノの爪、そして翼、アロサウルスの頭ということでですね、全身狂気なこの、はい、ドラゴニュートが誕生しました。足はね、デーモンのね、足、逆関節っぽいんでね、つけたんだけど、あんまり似合ってないかな。まあまあ、いいか、いいか。はい、こんな感じでですね、新しいユニットを作ることに成功できて嬉しい。いやー、空中戦もいけるんじゃねえか。はい、ゆっくりとのしのしと上がっていく。あんまり俊敏ではないけど、いいね。いや、武器持たせるのもいいかなと思ったんだけど、とりあえずテリジノの爪にしました。あの、グラップラーっぽいかなと思ってね。はい、接近戦特化型ですわ。弓矢とか持たせても面白いかもね。ドラゴン軍団を作ってくださいっていうリクエストもあるんで、これでね、ドラゴンの歩兵、ドラゴニュートをちょっと作ってね、軍隊作るのもいいかもしれないですね。負けた。いや、次はですね、このワニの頭、プルスサウルスヘッドを使って、ちょっとね、なんか作ってみましょうよ。今からね、大体ね、1年前ぐらいに、韓国でね、奇妙なね、足跡の化石が発見されたらしいんですよ。それによるとね、なんかね、ワニっぽいやつがね、超大きいワニっぽいやつが二足歩行でね、歩いたね、化石なんじゃないかっていうね、もうびっくりニュースがあったんですわ。それ作ろうぜ。ワニが水辺から出てきて二足歩行だとどんな感じなのか。そういうのがね、こうやってね、作れるっていうのはね、このゲームはマジでいいですよ。はい、完成しました。見てください、これ、ワニサウルス。超アンバランス。いやー、なんかティラノサウルスのね、肌とね、プルスサウルスのね、肌が似てるから、あんまり違和感ないよね。まあ面白いんだけどね。面白いんだけど、あんまり違和感がない。これはこれでユニットでいそうな感じ。強いのかな。ちょっとベロキラプトルをたくさん、はい、配置して見ていきましょう。さあ、宝レズ、お、かっこいい、かっこいい。しかも尻尾長えからさ、尻尾で攻撃も結構さ、できてんじゃね。吹っ飛ばしてるもん、めっちゃ。おー、いいじゃん、いいじゃん。なかなかのこの強者感。おー。すげえアクティブなワニだ。結構かっこいいね、これはこれで。おお、プルスサウルスのね、パーツをね、2つ使ってるからね、パッと見ワニにも見えるんだけど、なんか気象光線的な恐竜にも見えるね。うわ、これはこれでなかなかかっこいいぞ。いやー、こんなやつがね、こんなやつじゃないかもしんないけどさ、こういうやつが存在してたって考えるとマジですごいよね。本当に。いやー、ベロキラプトルがどんどんやられていく。おお、噛み砕いた。おお、残り1匹。うおー、食った。うわー、すげー。え、結構普通にかっこいいんだけど。いや、こいつならね、デノニクス、そしてクリロフォスタウルスの、はい、この群れにあってもね、勝てるんじゃねえかな。うわ、噛み砕いた。うわー、やべえな、こいつ。ワニサウルス。よりね、噛みつきやすくなってるかもしんない。この高い位置にあることによって。でね、ティラノサウルスよりもね、顔が長いからね、さらにね、噛みやすいんじゃないかっていうこの説。はい、あっという間に殲滅。いいね、こいつ。
はい、水辺でね生活していたと言われるスピノサウルスと戦わせてみましょう。いやー、スピノに勝てたらなかなかじゃねえか、プルスレックス。プルスレックスと名付けました。さあ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 、どうだ、噛めてるのか、噛めてるのか、これは。さあ見ていきましょう。お、結構いい勝負だけど負けちゃってんな、うまく噛めてないもんな。いやでも戦い方によってはね、全然勝てるポテンシャルがあると思う、スピノサウルスのね戦って。いや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 、いい勝負いい勝負。いやこんな2匹が水辺で戦ってたらマジで引くわ。いやかっこいいな。たまにはねこういうバトルもいいですよね。こういうねあんまり改造してないユニット同士の戦い。あ、負けちったよ。ちょっと T-REX と戦うとこ見てみたい。はい、やっていきましょう。さあ T-REX のボディは同じ、腕もちょっとティラノサウルスのやつを別格したやつなんですけれども、さあこの尻尾とね顎ですよ、ティラノサウルスを食うことができるのか。おお、一方的に攻撃できている。いやーこのね長いね口をねうまく利用してダメージ与えてたけど、あーやられそうだやられそうだ。あー最後の一噛み、うわーやられた。いやーでも強いわプルスサウルスよりも。なんかバトル見てて思ったんだけどさ、こいつさあいつに似てね、この帽子の中に王冠がねあるんですよね。これをですねちょっと乗せてみましょう。小さいやつがいいな。はい、キングクルールっぽいよねキングクルールって確か赤いマントしてたよな。お腹はね金色のアーマーを着てたと思うんだよ。わあキングクルールやキングクルールじゃん。じゃあね最後にねキングクルール VS ドンキーコングやってね終わりたいと思いますいけキングクルールドンキーコング倒せるか。あ、めっちゃドンキーコングに叩かれてるめっちゃ噛んでるけどめっちゃ叩かれてる叩き方がウケんだよなこいつ。いやめっちゃ攻撃されてるけれどもモーションの割にはあんまりダメージ受けてないな。いい勝負いい勝負。さあさすがドンキーコング VS キングクルールといった感じかお互いがね強いですから。はい、まあスマブラでね結構知ってる方も多いんじゃないでしょうか、キングクルール。さあ、はい、ドンキーコングに出てくるねラスボス的なね存在、もうボス級のやつなんですけれどもいいじゃんいいじゃん。あ、キングクルール勝つか、これはいい勝負これはいい勝負。さあわからないぞわからないぞ、最後はどうなる。さあドンキーコングの頭突き、さあキングクルールが顔を噛む、痛い、これは痛い、めちゃめちゃ、おーっとキングクルールが勝ったおー、いや今日の主役だからなこいつは。いやいいね。はい、というわけでね今日は新しく追加されたプルスサウルスのパーツを使ってですねいろんなユニット作ってみました。はい、トゲトゲガメから始まってタコですね、あとはドラゴンニュート作って、最後はねキングクルール作りましたね。まだまだねアップデで追加された要素たくさんありますんで、ちょっとずつ紹介していこうと思います。今日の動画面白いと感じてくださったら高評価、そしてチャンネル登録をぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまたね。